そしてここですね。じゃあフィードバックの注意点ですけれども、フィードバック、まずここ、これフィードバックっていうのは何かって簡単に書いてますと、マネージャーが部下に対して行動や能力などの期待する水準と現状の差を認識して行う働きかけのことで、よろしいでしょうか。あの対比して、考えているアドバイスって言葉なんですね。でね、よくフィードバックのシミュレーションやってくださいって言ってやらすとですね、フィードバックしない、アドバイスばっかりする人がいます。あんたこうしないとダメよと、こうしたらもっと良くなるよと、ね、厳密に言うとフィードバックっていうのは、去年の目標はこれだったけれども今年はここです、ここはよくできました、ここは残念ながら来年頑張りましょう、そこまでです。実はでそこから先は本人が考えるんです、まあ、よくコーチングって言いますけどね、引き出すんです。それがフィードバックなんだけど、そうは言っても部下の皆さんは皆さんに経験がなかったりすると、じゃあどうやればできるのか分かんないわけだから、その後に初めてアドバイス、いきなりアドバイスしない、まずはフィードバックというのが、まあ一つのテクニックなんですけども、要はここにある通り期待と現状の差を認識して語りかけてやってください。でその際に必要なのは、モチベーションを上げることが一番の目的ですけれども、だからすぐ褒めたたえればいいと思うかもしれないんだけど、これだけじゃ部下はですね成長しません。ちゃんと伝えるべきことはしっかりと、あ、これはマイナスのフィードバックなんだなということを叱責という形で伝えてください。これ感情の叱っていうんじゃないですかね。その時に、この後にまた続くんだけど、こういったね、